ようこそお参りくださいましたえ今日はですね神田での新型コロナウイルス疫病予期期間のノリッについて少しお話をさせていただきますこの撮影をしているのが3月の上旬でございます皆様もご承知の通り新型コロナウイルスの猛威大変激しいものでございます各種イベントの中止や、まあ、学校の休校などが相次いでおります 当社の春祭りもですね、まあ、その感染拡大にあたりまして、まあ、中止という判断をしたところでございます以前にもお話をさせていただきましたが当社では2月の4日から疫病予け祈願を長敗に合わせて行っておりますこの疫病予け祈願多くの神社で行われるようになったようですしまたお参りなさった方からですね 自分の家の神棚でも祈願をしている祈っているというお話を伺いましたそして中にはですねその時神棚で何とお願いをしたらいいのか何か言葉祝詞のようなものはないでしょうかというお話を伺っておりますこれも以前にご紹介をさせていただきました神棚の前で申し上げる読み上げるのりと 神棚廃止のお話しさせていただきました。もちろん、神棚廃止をですね。まあ、読み上げていただくのもよろしいのですが、よりまあ新型コロナウイルスのまあ疫病予警についての言葉。ノリットもですね。まあ、一緒に読み上げたいという方がいらっしゃったので、それを今日まあ紹介をさせていただきます。私が毎朝、神前で読み上げているノリットとは、ですね、まあ、ちょっと違います。 えーまあ、読みやすいようにですねちょっと変えております、まあ、稚拙なノリとかとは思いますが是非、まあ、参考にして、えー、読み上げていただければと思います、えー、どういったノリとかちょっと読み上げてみます、えー、まずですね「神棚廃止」を読み上げそれに続いて読み上げます「ことは来てもさこたび嫁くにになり入れて」 咲きつ頃我が国にも伝わりきし、新型コロナウイルスと病のまがごとは、大見宝を悩め苦しめ、これを防ぎ沈むために、もびと心を合わせ力を尽くせども、 その勢いよいよ激しく、この今まいましき様に御心を寄せたまいて、人の命を救いたまう薬の印に、薬の力に知る秘密を与えたまいて、助けたまうとともに、 すさびゆくやまいをことごとくうちしずむることへしめたまいてこのひのもとやまとのくにをはじめよものうみたいらけくいとひもはやけくおだいにしずまさしめたまいて 今しお前におろがみまつ諸人をはじめ、雨の下のます人いや、ますますに守り恵みたまえと、かしこみかしこみも,もす。 これが新型コロナウイルス疫病受け祈願の,のでございます。何分、稚拙なリトかとは思いますが、ぜひ参考にしていただきまして、一緒にです、ね、神棚の前で読み上げていただければと思います。この祝詞と,とです、ね、以前紹介した心配紙については、備考欄に掲載をさせていただきますので、ぜひ使っていただければと思います。 もちろん読み上げればそれだけで疫病除けになるかといえば、まあ、もちろんそういうわけではございません、まあ、読み上げるごとにです、ね、ぜひ皆様方も今一度感染しないそして広めないというそういった心構えを再確認をしていただければと思いますそしてこの新型コロナウイルスの災いが一日も早く収束するよう、まあ、一緒に努力をしていただければと思います 国の収束宣言が出るまでは当社でも新型コロナウイルスの疫病予け祈願を行っていきますのでぜひ皆様方も一緒に神奈川の前で祈願していただければと思います。